まだ食い足りねえぞこら。増援が来てるんで、この調子だとまだまだ増えますぜ。俺が追い返す。悪いが、ここを通してやるわけないから。どうしてもって、この俺が相手に。これで全部か。やったぜ。キリュウさん、気悪うすんなや。堂島さん、わしのその用心棒はあんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど、別人や。いや、しかし用心棒の派遣元は大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は察してくれや。わかりました。さあ、ここはもうええ、行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。なんや、思ったより軽かったな。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったで。けどこれで全部しまいか。近江も東条会も泡と消えるわけやな。おお、せや。ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺は
お前が死んだなんて信じとらんかったで、キリュウちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。何や、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。無理に付き合ってもらう必要はねえ。俺がこっから帰りゃ済む話だ。わかったわかった。そしたらもうちょい芝居に付き合うてるわ。せやからまだ帰んなや。あ、何や。まだ。えらいさっきの困った名刺取る。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんでな。何や、お前しばらく身内に弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから倒産。近江連合ぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや、獅子丼。見苦しいもうええ加減にせ。雑魚は引っ込んどけ。するの。何やと。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけや。おれほう。やっとるんや、マジマ。なるほどな。離さんかい。こんなもんかいな。見てみ、まだ死んどらんで。この俺も近江連合もせやろが。こういうしぶといところがうちの強みやったな。渡瀬さん、その傷。親父、これは警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか。ここでこいつらの弾取らな。極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の烙印押されて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろか。そうや、強さと恐怖が人を支配するんや。極道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやる。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届け。おやしがケツ吹く神にしたれ。登場界のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわい。あちらさん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。
これでいい。は？全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ。宍戸も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似俺ら以外の誰にできる？用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病もんだ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く。臆病もんがそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。ならこれが登場会最後の花火だ。キルさん、あっちです。あいつが本部の方に。ケリつけようやないか。獅子だ。踊れる。また会おう。行けや、キリュウ。こっちは俺らで十分や。あいつはお前の客なんやろ。なら、お前の手で直接引導渡したり。きっちり思い知らせてこいや。分かった。
ここは頼んだぜ。相変わらず頑固やな。この大広間のこの場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわそのエナモン。一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。なんやと。いくら名を消してもいくら自分を偽っても根は俺も同じ。てめえより強い奴がいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったらなんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。キリュウ、お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもへ。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり肩をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はあ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。
しい舞台だ。ここでしまいや。何を見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や東条会を止められんかった。こっちの勝ちや。ええ勝負やったな。褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。渡せ。よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょう。あんたやってくれたな。大道場ペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。これから一生きっちり首をはめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。